はいお疲れ様でしたアルビサポウッチーですえー、今日は京都戦ですねいやー勝てませんね勝てないまあそんなに簡単に勝てる試合なんかないんですけどうん今日まあ先制もされましたからね結構厳しい試合でしたね で京都の方はメンバーが9人も入れ替えて、まあ、かなり元気がある選手が多かったんですがある意味はいつも通りいつも通りって表現がいいのか分かんないんですけどまあいつもの主力でいくという感じでしたねちょっと主力のやっぱり体力とかうーん疲労っていうのが少しやっぱ気になるところではありますね国新たとか新井くん マウロあたりはかなり疲労がすごいんじゃないのかなと思いますうんシルさんもちょっとこの2試合は結構疲労すごいですよねうんまあそこが気になるところですけれどもえー、っとじゃあ今日のでまあ僕が良かったなって思ったのシーンを言ってみましょうかねまあえっと 21分だったかの、えー、と新潟が攻められてるペナルティエリアの中でのシリビーニの守備がかなりうわーってもうこう,こうやりましたもんナイスってなりましたねあれはすげえ良かったですよねあとはやっぱこっちの得点シーンなんですけどあのシオンのパスの前の前ですね俺あれは新井君が自陣からのドリブルでもう 2人がこういたのをその真ん中でちゃんともう越していったあそこのプレーがめちゃめちゃもうすっごく良かったかなと思いますあのプレーがあってえっ、ー、と中島もっくんにパスを出してでシオンがドリブルで1人かわしてのポッとループのえっ、ー、とパスで新た、まあ、その時もずっと新たが呼んでたんですよねシオンシオンって やっぱダゾン声が聞こえるのは今年めっちゃいいですよね。それがめっちゃ今期わーって、そこもなりましたね。よかったシーンだろうなと思います。あと、今季初出場、八千田哲平くんが、えっ、ー、と、去年、帝京長岡ですね。出ましたね。そう、あの、うそはですね、八千田哲平くん、僕、サイン持ってるんですよ。じゃじゃん。はい。 うちのお客様のえっ、ー、と理容室の方にに安田君のお父さんが行っててでその安田哲ペ,ペ君も京都に行く前に来てくれたっていう部分がありましてで僕やっぱ応援してたのでって話をしたらいただきました「うっちーさんへと」とはい、はい、書いてあるんですよ。 そして、まあ、やちたくん、今日めちゃくちゃ良かったっすよね。で僕はめっちゃ思ったんですけど、20分くらいですかね。75、6分くらいだった感じだったんじゃないかと思うんですけど、ちゃんとシュートも打つし、荒井くんとのマッチアップですがね、マッチアップって言うのかな、こういうの。まあ、すげえいいプレイしたなと思いました。結構アピールできたんじゃないかなと思いますね。で、あの、ダゾーンの試合が終わってからの、 えっと京都の監督の名前を忘れたんですけど京都の監督のコメントとかでも「いやちくやしがってましたね」みたいな時の表情あの表情すげえいいなって思った人多くないですかどうですかあれよくめっちゃいいなって思いますしたねあの表情されてるってことはもうそれだけ気に入られてる選手なんじゃないかなと思いましたし 今日間違いなくものすごくアピールはできたのでちょっとこのえー、っと中盤戦から始まる中盤今日ぐらいから中盤ぐらいですかねそこからどん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 いいアピールにもなってガンガン出てくる可能性があるかなと思いますねやっぱり前の推進力が八千代君めちゃめちゃあったのでそういう部分で京都が今後も,もっと強敵になりそうですね。 まあとりあえずチャンスがすごく多くあったのでそこをやっぱり決めきるっていう部分ですね負けないチーム作りっていう部分はある意味はものすごくできるようになってきていますこれは明らかに成長ではあるんですけども勝てる試合をやっぱり逃すっていう部分がありますね今日も決定的なシーンで言ったら明らかにこっちが多かったかなと思いますはい まあえー、と僕は YouTube の中ではあんまり悪いことを言わないようにっていう部分で言ってますので今日はこの辺でちなみに美縁 T シャツです美縁この T シャツ今までのなんだっけ激ティー中ではいっちゃん良かったかもしんないっすはいではそんな感じでございます今までの激ティーシャツの中で言ってったけど俺まだ 2, 2枚しかないんですよね はい、そんなんでいっかえっ、ー、とまあとりあえずお疲れ様でした次は日曜日ですね日曜日はちょっとスパン行きたいなーって思ってますがちょっとえっ、ー、といろいろな部分で相談しながらという感じですはい現地で行きたいですねではでは皆さんお疲れ様でしたまた次こそホーム買っていきましょうね ありがとうございます。